私はデイス。好きなものはトルピーユ、トルピード、あと魚雷だよ。ガトウ級あ、そうそう。そういえば私ガトウ級なんだ。戦績は、えー、っと、あの対戦ではマヤを沈めたことがあるよ。もしかしてここにいるのはーい。君が指揮官 ユニオン潜水艦デイス、着任じゃ挨拶の魚雷、何本か撃ってもいいわあ、指揮官いいタイミングに来てくれた足元の魚雷を拾うの、ちょっと手伝って触るとヒヤヒヤ見るとピカピカ撃つとドカーンと爆発して、プシャーッと水しぶきが吹き上がる レイスの魚雷サーカス。いつかやってみるのが夢なんだ。指揮官、魚雷の基本を教えてあげる。すごく面白いよ。指揮官、魚雷チョコとか魚雷パンとか食べてみない私が作ったの。はい。指揮官、何十本もの魚雷が一斉に爆発したら、すっ すごくいい光景になるって思わない魚雷戦車指揮官を狙って指揮官あの、えっと、あれ魚雷打ち放題の任務とかないの魚雷ウィズ任務報酬発射指揮官、受け取れなくても知らないぞ指揮官、メールだよ 魚雷とかあるかな指揮官、お疲れ様。はい、魚雷あげる。どういうことって疲れたら、魚雷を抱きながら寝るのが、一番気持ちいいってことだよ。委託に出かけたみんなが戻ってきたよ。いいなぁ。私も魚雷よ。あ、いやいや、委託だよ、委託。 指揮官おい指揮官指揮官、雷撃強化を優先するの忘れてない魚雷準備完了行くよーふっふんこれが魚雷の威力だぎょ、魚雷だけ、もっと撃たせて 魚雷聖車いっけーえこっちの場所がバレてるの魚雷愛好家失格待ったなし今日も魚雷を撃つのに最適な日だねマヤって本当は強いよね。やっぱりあの時はうっかりしてただけなのかな まあ、そういう不意をつくのが潜水艦の強みなんだけどね。指揮官、今度私の魚雷ショーを見てみない指揮官がいないと、なんだか調子出ないよ。だから、絶対見に来てね指揮官と魚雷、どっちが大事かな、うん 魚雷はたくさんあるけど、指揮官は一人しかいないから、指揮官の方が大事だよね。うん、きっとそうだよ。これを私に本当えへへへグッジョーブ指揮官、保証するよ今度、こっちに魚雷を撃てって指示してくれたら、絶対にあっちに撃ったりなんてしないから